こんにちは、ひろちゃんです。コメントで定食時に100倍のお酢を4回ぐらいかけて根を活発にさせていますということですが、お酢の100倍液は根が活着して効果はあると思います。そして害虫や病気対策用にニンニクと唐辛子をつけたお酢を使っては効力が変わると思いますかということですが、お酢とニンニクと唐辛子を漬け込んだことはないですので分かりませんが、唐辛子の辛味成分は焼酎に漬け込んですぐは辛味成分出ませんので、1ヶ月以上寝かして焼酎とお酢、唐辛子を入れた焼酎とお酢、またニンニクをすり込んで入れると油虫対策などにはなりますので、それは効果があると思いますが、お酢だけにニンニクと唐辛子を入れたことはないですので、そこはちょっと分かりません。ありがとうございました。2個。